パナソニック合唱団は大阪深真市を本拠地とする混成合唱団。1974年6月7日、松下中央混成合唱団として発足。その後1987年12月に松下中央合唱団2008年10月に現段名へと解消する。発足以来現在に至るまでパナソニックグループの従業員を中心として、 編成されていて、初代常任指揮者の高木義幸、1991年就任の現在の常任指揮者である本庄正博もパナソニックグループの元従業員である。1994年と2007年の2度、長井賞を受賞。本庄の提唱する上質で感動のある音楽を作ろうをモットーに、全日本合唱コンクールへの参加と、 定期演奏会の開催を主たる活動としている。選曲は法人局も外国局もいろいろ演奏しているが、祈り、願い、救い、希望などテキストが精神的に深いので、とても魅力がありますとして、宗教局の割合が比較的多い。コンクールは音楽的レベルを高める一つの機会と捉えて出場している。結成者年度の1974年に、 全日本合唱コンクール関西大会に出場。1983年の第36回全日本合唱コンクール全国大会職場部門に関西代表として初出場。1988年の第41回で初の全国大会金賞を受賞。この時同じ大阪府を拠点とし揃って金賞を受賞した住友金属大和銀行らと 職場のご三夜と称された。その後の1997年から16年連続金賞を含む通算で22回の全国大会金賞を受賞。部門最高賞たる労働大臣賞、厚生労働大臣賞を通算5回受賞。結成3年目の1976年に第1回を社内で開催。1982年の 第7回より社外で開催している。本庄が常任指揮者に就任した1991年の第16回では、浅井隆一致を客演に迎え、以後、外部の人から音楽を学ぶ機会を持とうと、たびたび客演指揮者を迎えている。移植作品にも積極的に取り組んでいて、2000年の第25回では、ハビエル・ブスとスターバト・マータ、新実ジ演。 音楽の時マイナス6つのアルツを移植書演した。その後も松下公、信長つと千原秀樹、相沢直人といった作曲家への移植を行っている。若い世代に音楽の楽しさを伝えたいとして、京阪新築の大学合唱団とのジョイントコンサートを積極的に開催するほか、会社の理解に恵まれ海外で演奏する機会も持ち、 1999年には、スペインとロサ国際コンクールへの出場と演奏旅行。2005年には、ニューヨーク公演。2008年には、中国公演も果たしている。ありがとうございます。